現役時代、地面すれすれのアンダースローから繰り出される平均球速128キロほどのボールで西武を代表する投手として活躍した牧田和久。西武のみならず日本代表でも活躍した牧田は、先発だけでなく中継ぎ、抑えにも対応できる柔軟性のある投手だったため、困った時の牧田という言葉が生まれるほどでした。そんな牧田ですが、プロ野球界に存在する暗黙の了解を破ってしまったことで、球界を代表するベテランスラッガー山崎武史に苦言を呈されてしまったという出来事がありました。そこで今回は、近年で最高のアンダースロー投手である牧田の波乱万丈の野球人生、さらに暗黙の了解を破ってしまった騒動について紹介します。まさかの引退劇を迎えた牧田。1984年に静岡県の焼津市で生まれた牧田は、地元静岡の済々黌高校に入学しましたが、甲子園に出場した経験はなく、プロからも注目される存在ではありませんでした。それでも高校卒業後は平成国際大学でエースを務めるようになると、大学日本代表に選ばれるまでの選手に成長。その後、社会人の日本通運に進むと、2008年に前十字靭帯断裂という大怪我を負ってしまいますが、そこから復帰し、自慢のアンダースローを生かして徐々にプロから注目を集める存在となっていきました。そんな牧田は2010年のドラフト会議で西武ライオンズから2位指名を受けて、ついにプロの世界へと飛び込むことになります。社会人卒の投手ということで、即戦力の活躍が求められた牧田はその期待に応えて、1年目から開幕ローテーション入りを果たし、見事なピッチングを見せていたものの、援護がなくなかなか勝ちがついていませんでした。そこで交流戦明けにいきなり抑えへと配置転換されると、すぐに対応した牧田は1年目から55試合に登板し、22セーブを挙げて新人王を獲得しました。続く2年目は再び本職の先発に戻ると、1年を通して素晴らしいピッチングを披露し、自身初の2桁勝利となる13勝を記録。そして2013年の春に行われた第3回 WBC では抑えとして起用され、変則フォームを生かして海外の打者を手玉に取っていました。その後、2013年、2014年、2015年と3年連続で先発ローテーションは守ったものの、ギリギリで2桁勝利に届かない日々が続いていた牧田。すると6年目の2016年からは中継ぎで起用されるようになった牧田は、またしても柔軟な対応力で即座に適応し、50試合に登板して25ホールドを挙げる活躍を見せていました。2017年の春には再び WBC の日本代表に選出され、シーズンでは2年連続で中継ぎとしてフル回転。そして2017年のシーズンオフにポスティングシステムによるメジャー挑戦を表明した牧田は、2018年1月にサンディエゴ・パドレスと契約を結んだことが発表されました。 WBC で海外の選手が牧田のアンダースローに苦しんでいる姿を見ていたため、日本の野球ファンの間ではメジャーでも通用するのではないかと思われていました。しかし、メジャーのトップレベルで活躍する打者のレベルは高かったようで、開幕直後に中継ぎでデビューするも打ち込まれてしまい、シーズンを通してメジャーとマイナーを行き来する日々が続いてしまいます。結果的にメジャーでの1年目は27試合に登板して、防御率 5.40 と期待外れの数字に終わり、シーズンオフにはメジャー契約40人枠から外されてしまいました。それでも翌年も諦めずにマイナー契約からスタートすると、6月に一瞬メジャー契約を結んでもらいますが、わずか1日で戦力外となってしまった。そのままメジャーでの挑戦は幕を閉じ、2019年11月に楽天へ入団することが発表され、日本球界へ復帰となりました。楽天での1年目となった2020年は中継ぎの軸として52試合に登板、防御率 2.16 というさすがの実力を見せていました。しかし
続く2021年はシーズンを通して調子が上がらずに、10月に戦力外通告を受けてしまいました。それでもこれだけの実績を残している牧田に対して、どこかしらが獲得に動くかと思われましたが、結局どの球団も接触することなく、2022年5月に台湾プロ野球のジョンシン・ションディへ入団することになりました。台湾で実績を残して再び NPB 復帰を狙っていた牧田でしたが、台湾の舞台でも打ち込まれてしまい、2022年10月25日に自身のインスタグラムで、12年間という長いようで短い間でしたが、ファンの皆様の存在は本当に大きく支えとなりました。いい時も悪い時も応援してくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。心から感謝しています、というように現役引退を発表。日本代表でも活躍した牧田は、人知れず台湾の舞台でひっそりと引退することになってしまったのです。重鎮山崎武史を怒らせた牧田の行動。このように波乱万丈のプロ野球人生を過ごしてきた牧田ですが、実際に1年目の5月の時点である騒動を巻き起こしていました。先ほども紹介したように、1年目から先発ローテーション入りを果たしていた牧田は、先発として4試合目の登板となった5月6日の楽天戦、この試合で牧田投手はプロ初勝利を目指し、マウンドに上がると変幻自在に緩急をつけたピッチングで楽天打線を翻弄し、特に当時楽天の4番を務めていた山崎に対して2打席を終えた時点で2三振と完璧に抑えていました。そんな中で7回裏に迎えた山崎の第3打席、ここで牧田は先頭バッターでランナーがいない状態にもかかわらず、山崎に対してフルカウントからの7球目にクイックモーションで投球したのです。これには百戦錬磨の山崎も驚いたような様子で、全くタイミングを合わせることができずに空振り三振、ベンチに下がる時には不満そうな表情を浮かべていました。実際に試合後の山崎はインタビューを受けた際に、立ち合いが成立していない、まだ投げると思っていないんだから、ルール上は良くてもマナーとしてはどうか、1年目で何をやっているんだ、100年早いのではないかと、新人の牧田が投じたいきなりのクイックモーションにかなり不満だったようで、苦言を呈していました。それでも牧田は当時の心境について後のインタビューの中で、山崎が怒ったことは知っていましたかと質問されると、はい、知ってます、というか僕が直接山崎さんから怒鳴られましたからね、とまさかのことを明かすと、試合後に怒られたのかと聞かれて、いやいや試合中ですよ、マウンドからベンチに帰る時です、三振を取った後の8回山崎さんの第4打席をセカンドフライに抑えた後、ベンチに帰ろうとしたんですが、突然山崎さんがマウンドを降りる僕に、お前ふざけんなよみたいなことを言ってきましたから、というように試合中にもかかわらず山崎が突然不満をぶつけてきたことを暴露していました。この件について最後に牧田は、なんで怒っているか分かりませんでした、僕は相手を抑えるために工夫をしているだけで、クイックもルール違反じゃないし、それを新人だからダメって言われても困りますと、自分のスタイルを貫いたことで怒られても困っていたという本音を語っています。実際山崎の少し大人げない行動にはファンの間でも、これは暗黙の了解ですらない、何の問題もない普通の出来事、クイックを使うのも牧田の投球術であり、打者として投手の特徴を理解しきれていなかった山崎の勉強不足、自ら人間の小ささを表現していることに気づけないベテランと、理不尽な言動に負けず自分を貫くルーキー、というように牧田の投球術を褒める声と山崎を批判する声が寄せられていました。しかしながら、牧田によるクイック騒動はこれだけでは終わりませんでした。この騒動におけるもう一つの出来事が起こったのは、同年のオールスターゲームでのこと。牧田は新人投手ながら、監督推薦で初選出されていました。そこで牧田は、ソフトバンクの重鎮、小久保裕紀と山崎に呼び出されて、ベンチ裏でクイック投法についての説教を受けたと言われていました。どうやら小久保は牧田に向けて、
ルール上は問題なくても、新人には正々堂々と勝負してほしい。大ベテラン2人相手というのはやりすぎ。やるなら井口までにしておけと言ったよ。というようにクイック投法をするのは当時36歳だった井口忠人までにしておけと忠告したといいます。しかしこの件についてはその場にいたダルビッシュ有が説教されてないですよ、冗談っぽくみんなの前で話してたんでみんな笑ってましたとフォローしていたこともあり、説教ではなく軽い話の中で話題に挙げたという程度だったのかもしれません。それでも牧田にとっては150キロ以上をどんどん投げ込む投手が多くなっていた中で自分にできる工夫を探した上で見つけた武器だったはずなので、冗談で指摘されたとしても少し傷ついた部分はあったかもしれません。数々の選手、監督が絶賛した牧田のクイック、このようにベテラン選手にとっては新人投手がいきなりクイックで投げることに対して不満だったようですが、球界きっての名将野村克也は自身の著書において牧田のクイックをこのように語っています。社会人から上がってくるトップレベルの投手はトーナメントで生き残るための負けない技術を備えているものだ、走者なしでクイックで投げるなんてと楽天山崎武が怒っていたようだが、私から見ればその投球術自体無形の形の一つである。というように牧田のクイックを負けないための技術だと評価していました。さらに牧田のクイックについては当時西武の監督を務めていた渡辺久信もクイックは 1.3 秒台は遅く、 1.2 秒台が普通、 1.1 秒台なら速い、牧田はそれ以下で投げることができる武器だよねと、クイックは牧田の武器になっていると語り、ボールを受けていた当時の正捕手住谷銀次郎は牧田さんのクイックは捕手からすると本当に助かる、よっぽど二塁送球がそれない限り盗塁はさせるというように、素早いクイックのおかげで捕手としては盗塁阻止を楽にすることができると絶賛していました。実際に2011年のシーズンで牧田は127回3分の2を投げて、盗塁を企画されたのはわずか2回、比較対象としてクイックがうまい涌井秀明が178回3分の1で19回、岸貴之が135回投げて15回と、どれだけ走者にとって牧田のクイックが走りづらいのかを表すデータが出ていたのです。さらに2017年の WBC に出場していた牧田は日本代表のキャンプで得意のクイック投法を見せていました。そんな牧田の投球には藤浪晋太郎、千賀滉大といった日本を代表する投手が食い入るように見ていて、あまりのクイックの速さに驚きの表情を浮かべていました。牧田が中でも大事にしていると語っていたのがテンポの部分だったようで、投球動作にはとにかくテンポよく入りたい、だから左足を蹴ってリズムを作っているように見えるかもしれない、意識はしていないけど自然と左足で地面を蹴っているのかもしれない、ブルペンで投球練習するとその後に結構惚れているんでね、それにテンポが速いと思う、社会人や高校の時は捕手が完全にサインを出す前に動いていたくらい、ファールを打者が打ってボールをもらって自分はすぐに投げている、でも野手はまだ守備位置に戻っていない、だから野手に何とかしてくれって言われたりした、というようにとにかくテンポを早めることを重要視して投げていたと語っていました。さらにタイミングをずらす部分については、投球フォームの中での強弱みたいなのをつけることを考えた、社会人の時に怪我をしてそういうのを見つけた、打者はタイミングで振ってくるなと思ったからそのタイミングをずらす、投球フォームの中だったり同じストレートでも強弱をつけることでタイミングをずらしたりする、足を上げる速さを変えたりとかと、投球フォームで打者のタイミングをずらす術を社会人の時に見つけたと語ると、これは自分の直感でやっている、クイックで言ったら打ち取れるなとか、投げていて感じるので直感で変化をつける感じ、でもその部分も面白くてクイックの時は結構うまくいく、でも長く持って投げると大体合わされてしまう、やはりクイックだと打者はすぐにボールが来るので差し込まれてしまう
というようにタイミングをずらす効果的な方法として山崎に投じたようなクイック投法を編み出したと語っていました。いかがでしたでしょうか。あなたは今回紹介した牧田のクイック投法についてどのようにお考えですか。ぜひコメント欄で教えてください。